バイクメンテナンス、スズキ GSX-S125。まず、ランプ交換です。LED に交換します。バッテリーの消費を減らすためです。交換は簡単な部類ですね。ランプは手で触らない方が良いです。押さえて回すと取れます。問題ないと思います。ポジションとブレーキの高度差も大丈夫だと思います。次はチェーンメンテナンス。乗った感じ少し張りすぎのような気がします。計測しても少し足りない。チェーンを先にクリーニング、シールチェーン用のクリーナー。動きが悪い部分があるなぁ。
両方に電池を使って緩めます。あまり緩めすぎると締めるとき針が変化します。これぐらいかな。メーターの保護フィルムを自作します。100円ショップからフィルムを買って切りました。十分ですね。チャンネル登録お願いします。アコースティックラボ。